ワシントンのナショナルギャラリーに飾られている、ヘッド・オブ・エーファウン 181X187 ミ、mm、リメートル、ボローニャ美術館のザ・コミュニオン・オブ・ストリート、ジェローム・アゴスティーノ・カラッチは、イタリア人の画家で、版画家。同じく画家であるアン・ニー・バレ・カラッチの兄であり、ルドビーコ・カラッチのいとこである。理想の自然を仮定し、弟らと共に、カラバッジオのような自然の表現を目指した。 ボローニャ派と呼ばれる絵画のスタイルを創設した。カラッチは、ボローニャで生まれ、建築家としての教育を受けた。1574年から、エングレービングの制作を始め、フェデリコ・バロッチ、ティントレット、アントニオ・カンピ、パウロ・ベロネーゼ、コレッジョラ16世紀の画家の模写を描いた。またこの時期、2つエッチングを含む新作も描いた。 カラッチは1586年から1587年まで、パルマ、1587年から1589年まで、ベネツィアを旅した。また、ボローニャに戻ると、アンニーバレ、ルドビーコと共にパラッツォ・ファバやパラッツォ、マニャーニの壁面に、フレスコ画を描いた。また1592年には、 現在ボローニア美術館に収められているコミュニオン・オブ・ストリート・ジェロームという作品を描いたが、これは彼の最高傑作とみなされている。1586年からは、現在パルマの国立美術館に収められている祭壇がマドンナ・ウィズ・チャイルド・セインツの制作に取り掛かった。1598年、カラッチは弟と共にローマで、 パルネーゼグルの装飾に取り組んだ。1598年から1600年までは、現在ナポリにある、風俗画トリプルポートレートを制作した。1600年、パルマコ・ラヌッチョ一世からパルマに召喚され、パラッツォ・デル・ジャージュノの装飾を行ったが、完成を待たずに亡くなった。1583年に、ベネツィアで生まれた息子のアントニオ・カラッチも、また画家であり、 ボローニャ派の画家になった。ありがとうございます。